練馬区立光が丘夏の雲小学校とは、東京都練馬区光が丘にある公立小学校である。一般的な略称は夏雲小。校舎は旧練馬区立光が丘第六小学校のものを使用している。練馬区立光が丘春の風小学校と同様に、練馬区では少子化の影響によって1校あたりの学級数が減り、2008年から 練馬区教育委員会式の下小学校の統廃合が行われた。その結果、光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の統合が行われ、光が丘第五小学校施設の管理は民間の事業者に委託し、光が丘第六小学校の校舎を、練馬区立光が丘夏の雲小学校の校舎として新たに使うことになった。その際、 校舎の壁がピンク色に塗り替えられ、ピンクマンションのあだ名もついた。図案は統合する旧練馬区立光が丘第五小学校と旧練馬区立光が丘第六小学校の関係者から募集した。採用され使用されている校章は、胃腸通りに沿って並んでいる二つの学校を胃腸の葉を重ねて表現している。また、 二つの学校が一つになって新たな学校を作るという意味も込められている。2020年では COVID-19 の世界的流行によって変更が多数あり練馬区立光が丘夏の雲小学校は2020年に開校から10年経過する。その際、新型コロナウイルス感染症に配慮しながら10月中旬に記念式典などが行われた。ありがとうございます。